新庄監督、帰れ。前日スクイズを2度連続で外された末にサヨナラ負けを喫した日本ハムの新庄監督は、試合前に笑顔でグラウンドに現れた。報道陣に向かってサインを送るジェスチャーをしながら、スクイズのサインは変えましたと明るく自虐ジョークを飛ばした。練習中にはコーチ陣と盛んに話し合った。手痛い失敗にもめげず、三塁に走者を置いた場面で再び得意の仕掛けが見られるか。もしサインバレならソフトバンクにもバレてそうだけど、別にサインなんて読まなくてもこれまでの新庄のパターンでバレそうなんだけど。リベンジスクイズあるぞ。今日もスクイズするに1ペリカ。言わない方が騙せたのに。今日スクイズやらなきゃ男じゃねえ。スクイズしろ。